どうも、速稼塾の久保です。最近ね、スマートフォン変えたんですよ。スマートフォンの、iPhone の11からね、13 Pro Max にしました。まあ両方とも Pro Max なんですけども、今回ね、ケースがでかいでしょ。これ頑丈なケースにしたんですよ。まずこのケースの説明しますけども、アルミでできていて、ガラスで、で反応もいいんですけども、なんていうのかな、とにかく頑丈で落としても壊れそうないやつですよね。これすごくね、私気に入ってるんですよ。もちろんデザイン的にはちょっと武骨なんですけども、もう壊れないのを最優先するとこうなるかなっていうところですね。で、目立つように黄色にしました。もう暗闇でもこれね、すぐ目立ちますし、まあベッドルームに置いててもね、こう布団の下に行ったんじゃないかっていうか、いろいろ探すことがなくてもキンキンに目立ちます。で、ちょっと大きめになっちゃったんですけどもね、あの生の状態がこれですから、やっぱ一回り大きい、プロマックスのさらに大きい版なんで、私の手ではね、すっぽりと収まるんですけども、逆に滑り落ちなくていいかなっていう、このぐらい大きくとね。まあそれは慣れていくと思いますけども、ストラップも付けられるようになってるんですよ。プラスですね、今回、ここにスタンドが付いてるんですね。こうやってスタンドが付いてるんで、こういうふうにね、立てることができるということになります。で、これも、後ろのレンズ、これもスライドで開くようになるんで、もうレンズが割れることも傷つくこともないかなっていう、非常に安心設計です。で、現在ね、これがパッケージなんですけども、ものすごく安く手に入るんですよ。で、スマホケースもビス止めしてますんで、もう取れることもないですしね。ものすごく安心です。まあ、本体が汚れないのもいいですよね。価格がなんと3280円、税込みでございます。だから2980円ぐらいの定価なのかなと思いますけども、もともとはね、2万円ぐらいしたらしいです、これ。ただもうね、11の時代のケースなんで在庫処分になってまして、あれからね、これ発売、新発売されて2年3年経ちますから、もう非常に安く手に入ってるかなっていうところですね。その他にもですね、この使い古した iPhone なんですけども、これも Wi-Fi の環境では普通に使えますんで、 YouTube アップロードしたり閲覧したりとか音楽聴いたりとか、むちゃくちゃ使えるんだよ。いいなと思いますね。これはこれで使っていこうと思います。あのカメラの代わりに。で、これのケースもこの度まだ届いてないんですけども買いました。で、これもね、もう型落ちのケースなんで安い、とにかく。だからね、最新のものを買う必要はないですね。ちょっと型落ちの方が性能もいいし、それから安いということで、コストパフォーマンスいいんでね、使わせてもらってますね、そういう感じで。はい、ということで今回ケースですね。すごく頑丈なケースの紹介でした。もう言うことないです、これ Amazon で買いましたけどもね。まあすごくいいですよ。もう一回見せましょうか、これケースね。すごくいいです、これ。なんだろう、はい、すごくいいケースですね。まあこんな感じで使ってます。